一番思い出に残ってるのが、撮影中ももちろん3人で本当にずっとだべってたんですけど、合宿みたいな撮影期間だったので、なんかみんなでこの3人で一番近くに有名な温泉があって、銭湯があって、その銭湯にちょうど撮影3人とも終わるタイミングが一緒だったから行こうってなって行ったんですよ。で、行ったら湯船が熱すぎて、3人で全裸で湯船の周りをなんか走り回るみたいな。でもどうしても疲れを取りたいし入りたいから、水を桶に足して3人で順番にこうかき合うっていうのをしながら熱湯風呂に入るみたいなことをして、すいません映画に関係なくて それどうしても言いたかった。すごいそれぐらいだから裸の付き合いです。今もやっぱりこの関係性っていうのは続いてるんですか？そうですね、連絡は取り合ったりもするし、でもたまにこの、その舞台挨拶でなんか久しぶりに会って、こう久しぶりに会っても3人の空気感がやっぱりサマーフィルムの当時と全然変わらなくて、だからこうこの映画で出会った2人だけど、これからもかけがえのない存在だし、私はお二人のことをなんか女優さんとしてすごく尊敬してるし大好きだから、まあファンとしても応援してるしみたいな気持ちですね。はい、後ろの下手の方々、はい。はい、他の下手の方々、後ろの方、大丈夫ですか？じゃあ、手前の方。